前回、装着したセパレートボンバーですね、外してください。どうですか、前よりなんか緩い感じあります？んそんなにやるすねって感じですか？まあクリーニングはチョンパと、ポリッシングとフロス、汚れがついた状態でバンドつけちゃうと、歯茎痛くなっちゃったりするから、ちゃんとしっかりと、ちょっと塩化少し触るぐらいって感じかもしれない。で前回通した時のフロスとちょっとこう隙間が違う確認してもらえますかね。どうです？あんま変わんない？ちょっと入る、ちょっときついまだ。隙間ちょっとスって感じじゃない？緩いところと、本当はもしかしたら1週間空けてからだから早いのかもしれないけど、やってみましょうかね。あのバンドはですね、例えばこれは右上用で、右上右上でこうやっていっぱいサイズの種類があって、指輪と同じような感じかな。こっちはちっちゃい奥歯、こっちは大きい奥歯で、こういう順で、だいたいこう標準のこう真ん中に真ん中のサイズだから、だからちょっと最初分かんなければとりあえず真ん中のを入れて、ちょっとそれで入れてみて、ちょっと大きいなと思えばこっちのサイズだし、ちょっと小さいなと思えばこっちの感じ。慣れちゃえばね、もう見た感じ、あこのサイズだなって大体およそ分かるんだけど、最初分かんなかったらとりあえず真ん中らへん、とりあえず20から入れてみる。そうだね、真ん中の20からちょっと入れてみましょうかね。でここに数字が書いてあると思うんだけど、それが近親に来るような感じですね。じゃあまずちょっと試しに入れてみてですかね。どうですかね。きつい。一回ちょっと指で入る？グッグって入んない。大きさ的にも、それ交互面でミラーで交互面で見てもらって、かな、はい、パテなるぞ。あ、バンドが小さい。でそしたら、その今20よりも大きいサイズのバンド。でちょっと思い切って一回24入れてみる。で24で大きいなと思えば、この20から24のどれかになるから。それから最初から21ってなっちゃうと、これ違う、あこれ違う、これ違う、これ違うって時間かかっちゃうから、一回大まかにちょっと3つぐらいちょっと飛ばす。23とか24入れてみる感じ。最初のうちは、ちょっと思い切り飛ばしてみる。24選んでみるかもしれない。24はどうですか？ちょうど大きい？ちょうどいい。ミラーで見てもらって、なんか余ってる感じとかないですかね。指でこれぐらいか。これで一回ちょっとプッシャーで入れてみましょうか。上の方は、強速よりも絶速の方が盛り上がってるから、そっちの方が入れにくいから先に絶速を押してあげる感じで、下の方は絶速より強速の方が盛り上がってるから、強速の方入れにくいので、そっちをこう先に入れるって感じかな。入れにくい方を先に押してあげる感じですかね。プッシャーで
3分の2ぐらい入っていいかなって感じですかね。はい、はい、じゃあ次シーターで噛ませる感じですね。ね、それで最初はまあ舌足噛ませて、また口外噛ませる感じで、もしちょっとその胸側が深くどんどん入っちゃうようだったら、一回バンドリムーバーで胸側をクイッと離してあげる、バンドリムーバー使ってちょっと胸側を一回こうクイッと少し浮かせてあげて、また口外から入れればいいかな。ちょっとだけねクイッと、でそれでまた口外入れてあげてもいいかも。胸側から両方からチェックしてみる感じかな。バンドがいい位置に来たんで、今度バンドの形に合わせて、プッシャーでちょっと合わせ押し付けて形を整えてくださいと。はい、そうね、ぐーっと押す感じで。どうする、結構変形 します、はい、うんうん、バンドが歯から離れてるとそこにセメントが溜まっちゃったりとか汚れが溜まりやすかったりするから、まあ、なるべく沿わせてあげた方がいいかな。結構クニャッと曲がるでしょ、まあ、薄い金属なんで。そうですね、じゃあ接着剤でいきましょうかね。接着系はやっぱ防湿がすごい大事なんでね、また入れて、でその後装着前もエアーで乾かすって感じですかね。であと結構よくあるのが、バンドをセメントで固めてから、じゃあ固まってからお口ゆすいでくださいって時に、はい、あの割っ手をね回収し忘れることがあって、ちょっと患者さんがえみたいな割ってありますみたいな感じだから、圧接するときに歯とバンドの間に割ってが入っちゃうことがあるんですよね、はい、そうならないようにこう割ってをどかしつつ入れるって感じですね、はい、結構それもあるあるですね。でその時に割って落とかしつつ、ニキビで圧接って感じですね。ある程度指で圧接したら、まあ一回割ってで拭ってもいいかもしれない、あのセメントを、はい、でその次に、バンドプッシャー、そうでしっかりとグッグッと入れたり、でそうするとまたセメントが溢れ出てくるから、うん、割ってでセメントを使ってみると。で一度もし可能であればシーター噛ませる前にミラーで高温面見て、まあ、近遠心的にバンドのチューブの位置が問題ないか確認して、うん、深さは後であのシーター出るからね、近遠心的な位置はシーターで調整できないからね、でシーターで噛ませると。でさっき指摘した位置に再現する感じですね。でも
し溢れてきたらまたワッテで拭いて、またミラーで位置確認して繰り返しですね。どうですかね、さっきと同じ位置になりそう。もうちょっとですか。軽く噛んでください。はい。いいですね。上手にできてますね。うん。OK。で、もし可能だったら、はい、まあ、固まる前にセメントをもし取れる分だけ取っちゃった方が後でか。落とすと、まあ、下になっちゃうから、はい、まあ、可能だったら取れる時に取っちゃった方がいい、バッテでね、はい、結構思ったよりバッテでこう、まあ、ふわって拭くよりは結構ゴシゴシって感じで拭くような感じの方がいいかもしれない、はい、うん、まあ、だいぶ上手だったので、いいと思います。ありがとうございます。よし、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。